ドクタースリープは、スティーブン・キング原作のホラー小説。2013年を発表。シャイニングの40年後を描いた続編。2013年、ブラム・ストーカー賞小説部門受賞。翻訳は2015年に、文春文庫より出版。2019年に映画化。前作、シャイニングでの事件後、母ウェンディが怪我から徐々に回復していく中、 ダニー・トランスの心理的なドラウマは残り続けている。237号室の腐敗した女性の亡霊も含めたオーバー・ルック・ホテルの亡霊はダニーを現在も追跡しており、いつか彼の能力シャイニングを貪ろうとしている。オーバー・ルック・ホテルのシェフであったリック・ハロランはダニーに対し、以前のホテルのオーナーであるホレイス・ダーウェンの霊も含めたホテルの亡霊たちをダニーの心にある 虚構の箱に封印するよう伝える。その後成人した団は、父の短気な性格とアルコール中毒を受け継いでいた。ここ数年間アメリカ各地を放灯していたが、最終的にニューハンプシャー州に定住し、アルコールを断つことを決断する。小さな町であるフレージャに住み、観光名所やホスピスで働き、アルコール中毒者支援団体に参加する。 長年にわたりアルコールの力で抑えられていた、ダンの超能力が再度目覚め、死の縁にある患者に慰めを行う。死に向かっている患者を感じることができる猫アジーの助けもあり、ダンはドクタースリープのニックネームを得る。一方、2001年に誕生した少女アブラストーンは、アメリカ同時多発テロ事件を予見し、自身の超能力を示し始める。徐々に無意識のうちにダンと、 テレパシーで行進を始めるが、成長するに従って意識的かつ自発的なものとなり、やがてシャイニングの能力は、ダンの能力よりも強力になる。ある夜、アブラはその能力により、ハンフローフ氏のカルト集団トゥルーノットによる少年への拷問虐殺の儀式の目撃者となる。彼らは、それぞれが自身の能力を持っており、シャイニングの能力を持った者が苦痛を伴って死んだ。 際に抽出される正規を求めて、アメリカ全土をさまよい、定期的に正規を貪っていた。トゥルーノットのローズ・ザ・ハットは、油の存在に気づき、無限の正規を得るために、彼女を拉致しようと企てる。トゥルーノットは、直近の犠牲者から感染したマシンにより、死へと迎え出し、油の正規が病を感知させると信じ始める。油から助けを求められたダンは、油の父、 デイビッドや医者ジョン・ダルトンに対して二人の関係を明らかにする。はじめは怒りをあらわにし、会議的であったデイビッドであったが、徐々にダンを信じるようになり、油を守るため計画への参加に同意する。ダンの友人であるビリー・フリーマンの協力を得て、ローズの恋人であるクローダリ率いる一行の計画をくじき一味の多くを殺害した。しかし、ダンはローズが容赦なく、 油を復讐のため追跡してくることを悟る。ダンは油の祖母であり、ガンの試しの瀬戸際にいるコンセッタを訪れ、テレパシーによってダンと油の母が異母兄弟であることを知る。そしてコンセッタが亡くなると彼女の病に侵された性器を自身に取り込む。一方トゥルーノットでは、ローズが油に執着していることに加えて内部の階級対立が発生したことによりグループは、 分断され、ローズに従うメンバーは激減した。その後、アブラはローズをコロラド州ロッキー山脈内の現在トゥルーノットのキャンプ地となっており、かつてオーバールックホテルが建っていた場所へおびき寄せる。ダンとビリーは直接現場へ向かい、アブラは肉体から分離させた精神を送ることで二人に助力する。ダンはコンセッタから得た正気を放出し、 トゥルーノットの残党の殺害に成功する。そして、ダンと油を待ち伏せしていた、サイレントサリーに対しては、ホテルの亡霊を解放することによって殺害する。二人は、ローズと念能力で対決する。父、ジャックの亡霊やビリーの協力を受け、ダンはローズを展望台から突き落とし殺害する。キャンプ地を離れる前に、ダンは、父が自身に別れを告げるのを目にし、 ついに平穏を手にしたことに気づく。その後、ダンは、男子15年を祝い、油の15歳の誕生日会に出席する。油に、アルコール中毒の症状や家族に働いた、暴力的態度についての過去を打ち明け、飲酒や怒りに服従することによって、過ちを繰り返さないよう警告する。油は節度を保つことを約束するが、二人の会話が、終わる前に、ホスピスから連絡が入り、 ダンはかつて対立していた品種の同僚を見送るためにホスピスへと向かう。キングは著作アンダー・アッザ・ドームのプロモーションツアー中である2009年11月19日にシャイニングの続編を描く考えを示した。オンタリオ州トロントにあるキャノンシアターで映画監督デビッド・クローネンバーグが司会を務める中、キングは続編について前作のキャラクターを踏襲し、 ニューハンプシャー州でホスピスの従業員となり、指揮が近い患者に対して超能力で援助する40代のダニートランスが主人公となることを明かした。2009年12月1日、キングは公式サイトにて次の作品としてドクタースリープかダークターシリーズの続編のいずれを書き上げるべきか、訪問者に対してアンケートを行った。 同年12月31日に投票は終了し、ドクタースリープが5861票を獲得し、ダークターシリーズの続編、ザ・ダークタワー・ザ・ウィンドスルー・ザ・キーホールの5812票を上回った。しかし結果的には、ドクタースリープが後発作品となった。2011年9月23日、キングはバージニア州フェアファックスのジョージ・メイソン大学にて、 メイソン賞を受賞した際に、ドクタースリープのあらすじを語っている。その後、2011年11月上旬に、書稿を書き終えた。2012年2月19日には、ジョージア州サバンナで行われた、サバンナブックフェスティバルにおいて、キングが第一章を朗読した。また、2012年4月24日に発売された、オーディオブック版の、ザ・ダーク・タワー、ザ・ウィンド・スルー・ザ・キー・ホールには、 ドクタースリープの助章が収録された。エンターテイメントウィークリーによるインタビューの中で、キングは、シャイニングとドクタースリープの間の継続性について取り組むために、キング自身の研究者であるロッキーウッドを雇ったことを明らかにした。この作品のストーリーは、四季が近づいている患者を予見する猫オスカーに影響を受けている。キングは、自分自身のことを考えた。 このストーリーを書きたいと、そしてホスピスで働く大人になったダニー・トランスとのつながりを作った。それが全てであり、それで私はこの本を書こうと考えた。この猫は物語に必要であった。物語が進むためには二つとも必要であった。まるで猫がトランスミッションであり、ダニーがモーターであるようにと語っている。2012年5月8日、キングの公式サイトでは、 ドクタースリープの暫定的な発売日が2013年1月15日と発表され、同日に予約注文の受付を開始した。しかし、次の日に発売日は未定となり、予約特典は取り消された。キングは現時点での走行に満足しておらず、多くの編集が必要であると感じていた。2012年9月18日。 発売日が2013年9月24日と発表された。出版社セメタリーダンスは3種類の限定版も発売した。1750部限定のギフトエディション、700部限定のリミッテッドエディション、52部限定のレターエディションが発売され、後者の2種はキングとイラストレーターのサイン入りであった。2013年3月1日、キングの公式サイトでは、 ブックカバーが発表された。2013年8月に、イギリスの出版社ホダ・アンド・オス・トーテンは、200部限定で、キングによるサイン入りのコレクターズ・エディションの発売を発表した。2013年9月13日に、エンターテイメント・ウィークリー・マガジンによって、抜粋版が発表された。2019年に映画化された。1977年に発表された、原作小説。 シャイニングの続編であると同時に、1980年に実写化されたスタンリー・キューブリック監督の映画版、シャイニング等の要素も取り入れている。監督、脚本、編集をマイク・フラナガンが務めている。ワーナー・ブラザースは、2013年に同名原作小説、ドクター・スリープが発表された直後から実写化を進めてきた。 脚本家の秋葉ゴールズマンが脚本を完成させたが、ワーナーは2017年の同じく、スティーブン・キング原作のホラー映画、IT、IT、それが見えたら終わり、が工業的成功を収めるまで予算を保証しなかった。その後、フラナガンがゴールズマンによる脚本の再執筆及び監督として採用された。フラナガンはこの作品を 小説版シャイニング及び映画版シャイニングにおける差分を調和させるものであると語っている。撮影は2018年9月にジョージア州アトランタ及び周辺地区で開始され同年12月に終了した。ヨーロッパでは2019年10月31日、アメリカでは同年11月8日に公開された。概ね内容については高評価を得ているものの、 152分の上映時間について一部から批判が出ている。また、工業収入が伸び悩んでおり、同時期に公開された、同じく、スティーブン・キングの小説を原作とした、IT、イットザエンドそれが見えたら、終わり。ペットセメタリーの商業的成功を考慮すると、本作は、期待外れであったと考えられている。 1980年、オーバールックホテルでのトラウマとなった事件の後、ダニー・トランスと母・ウェンディーは、フロリダで暮らしている。ダニーは、自宅の浴室内で、オーバールックホテル237号室に取り付いてた、腐敗した女性の亡霊に遭遇する。前期亡霊であるリック・ハロランはダニーに対し、現在ホテルは閉鎖されており、亡霊が餌を求めて、ダニーに取り付いていることを伝える。 また、ダニーの心の中にある虚構の箱の中に亡霊を封印する対抗策を指南する。ダニーは自宅の浴室に向かい、腐敗した女性の亡霊を封印する。一方、ローズ・ザ・ハット率いるバンパイア集団、トゥルーノットは、シャイニングの能力を持った子供たちを拷問及び殺害することによって発生する、正気を貪ることによって生きながらえている。年、ダンは、 自身の能力であるシャイニングを抑圧するために酒に溺れアルコール中毒を患っていた。一晩限りの関係を持ったシングルマザーからお金を盗んだ後、自身がどん底に陥っていることに気づく。ニューハンプシャーの小さな町に移住し、アパートとアルコール中毒者支援団体を紹介してくれたビリー・フリーマンと友人になる。社会復帰の一環として、ダンは、 ホスピスの従業員となり、亡くなる直前の患者を慰めるためにシャイニングを使用し、ドクタースリープと呼ばれるようになる。また、同時期に、ダンよりも非常に強力なシャイニングの能力を持つ少女アブラ、ストーンからテレパシーで連絡を受けるようになる。一方、トゥルーノットでは他人の肉体を操る能力を持ったティーンウェジャーアンディが新メンバーに迎え入れられる。年、 トゥルーノットは、飢餓状態にあった。正気を貪るために、野球少年ブラッドリーを誘拐し、拷問死させる。油は事件を察知し、彼女の悲鳴がダントローズに届く。ローズは、強い能力を持った油に照準を合わせ、正気を奪うことを企む。危険を察知した油は、直接段に接触し、トゥルーノットを追跡するために一味が、 殺害時に身につけていたブラッドリーのグローブを手に入れるよう依頼する。しかしダンは助けを拒絶し、安全のため能力を抑圧するよう提案する。その夜、ローズは意識を体から離脱させ、アメリカ全土を飛び回り、油の意識に潜入する。しかし、油のトラップによりローズは重傷を負うこととなる。 その後、トゥルーノットの長老であるグランパフリックが餓死したため、ローズは残ったメンバーに油を追跡させる。ハロランはダンに最後の訪問をし、かつて自身がダンを守ったように、今度はダンが油を守るよう伝える。ダンはビリーに対してトゥルーノットの計画を打ち明け、二人でブラッドリーの殺害現場へおむきクローブを回収するために死体を掘り起こす。その後二人は、 油の父デイブを油のボディーガードとして味方に引き入れ、油の計画通り彼女の精神を地元のキャンプ場におとりとして設置した。ダントビリーはおびき寄せられたトゥルーノットの大半を射殺したが、アンディの能力によってビリーは自殺する。一方、ローズの恋人であるクローダディは油の自宅へ潜入後でイブを殺害し、薬で シャイニングの能力を抑圧した上で油を車で、拉致する。ダンは能力を使用して、油に乗り移り、クローの手を操り事故を誘発させる。クローは、事故し、油は解放された。ダンと油が合流する一方で、ローズは貯蔵していた正規をすべて貪り、傷を癒して復讐を誓う。ダンは自身と同様にローズにとっても危険だと思われる。 オーバールックホテルに油を連れて行く。ダンはホテルのボイラーを起動し、眠りに落ちているホテルをシャイニングによって目覚めさせる。アルコール中毒であった父ジャックがホテルに取り込まれ妻、ウェンディやダンを殺害しようとした部屋を再び訪れる。そしてホテルのバーでは、ロイドと自称するジャックの顔を持つバーテンダーと出会う。ダンは自身が20歳の時に、 母ウェンディが亡くなったことを伝えるも、妻の死を聞いても平成でいるバーテンダーに動揺する。バーテンダーはダンに対し、家族を養うために男にとって必要な薬と称して、ウィスキーを勧めるが、ダンはこれを拒絶する。ローズがホテルに到着した後、ダンはホテルの庭にある生け垣の迷路に見立てた、自身の精神世界に、ローズの意識を引き入れる。他の亡霊と同様に、 巨構の箱にローズを閉じ込めようとするが失敗に終わる。ローズはダンのシャイニングに惹かれトゥルーノットへ勧誘するが、ダンは拒絶する。ローズがダンの正規を貪ぼるをしたため、ダンは巨構の箱を開きホテルに取り付いていた亡霊を解放する。ローズを殺害し正規を貪ぼった亡霊はダンの体を乗っ取る。斧を手にしたダンは油を追跡し237号室へ追い詰める。 油は、ホテルの亡霊に対して、すでにダンがボイラーを起動し暴走しかけていることを伝えると、正気を取り戻したダンが油に逃げるよう叫ぶ。ダンは再度ホテルに取りつかれ、ボイラー室へと導かれるが、ボイラーを停止する前に正気を取り戻す。炎が部屋を飲み込むと、ダンは、母ウェンディが幼少時代の自身を抱擁する幻覚を見る。ホテルの外では、 油がなすすべもなく燃え落ちるホテルを眺めており、遠くから緊急車両のサイレンが近づいてくる。時が過ぎて、油の部屋では今後もトゥルーノットのような脅威に対応するため、シャイニングの能力を大事にするよう、ダンが油に伝えている。油の母が夕食のため彼女を呼びに来ると、ダンの亡霊は消え去る。死後の世界が存在しダンや、父デーブは元気でいると伝えることで、 油は母を慰めようとする。階段へ向かう途中、油は浴室に237号室の亡霊がいる。ことに気づき、かつてダニーが行ったように亡霊に立ち向かう。カッコ内は日本語吹き替え。劇場公開時は字幕版のみ。パッケージ化の際に収録された。本作は批評家から好意的に評価されている。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには292件のレビューがあり、批評家支持率は77%、平均点は10点満点で7.01点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ドクタースリープはオリジナル版の設定を無視せずに、キューブリック版及びキング版のファン両方を楽しませることに成功したとなっている。 映画監督のクエンティン・タランティーノは本作を絶賛し、2019年のお気に入りの映画の一つであると発言した、映画ドクター・スリープに関するカテゴリー、ありがとうございます。